空車聞いていただきました。それではですね、ここで、ね、メンバー紹介したいと思いますけど、まずはね、いつもレコーディングでドラム叩いてくれてます、ドラム高橋伸幸。そしてベース川本正勝。はい、そして高一点の、ね、キーボード川上康子。はい、そして、ギター京田康志。はい、これとももう12年以上やってますけどね。そして、コーラス大滝秀典。すごい衣装だね。そして、ね、同じくコーラス松浦誠二。はい、ね、こういうメンバーでやっていきたいと思いますけど、今日は僕あのみんなの衣装初めて見たんだけど、すごいね。ね、帽子なんかかぶっちゃって。あ、もう一人いた。ごめん、キーボード渡辺正治。ごめんなさい、まあ、彼は本当おとなしいしね、リハーサルの時もどこに行ってるかわからないというかですね、音が出たらわかるんですけど、ごめんね。じゃあもう一回、キーボード渡辺正治。さっきの続きだけど、結構みんな二手に分かれてるね。アロハっぽく決めてる人と黒っぽく決めてる人と。別にアロハっぽく決めてる人は予算をカットしたとかそういうわけじゃないですよね。はい、あのね、僕よりも目立たないように。こういうね、お地蔵さんバンドで今からやっていきたいと思いますけど、それではですね、あ、それというか、皆さんもご存知だと思いますけど、6月の21日に、僕のベストセレクションというアルバムが出ました。表紙がですね、切り絵にまたなってまして、村上保さんが素敵な、ね、女の子をまた切ってくれましたけど、中に、僕の写真が入ってます。今まではほとんど横向きが多かったんですけど、結構今回は正面にちょっと近いかなという、この辺かなという、そういう、ね、写真が結構ニヤッと笑ってですね、いつもの暗い顔じゃなくて、もうなんかにやけた顔で出てますんで、もしね、よろしかったら今日買って開けてみてください。それじゃあですね、その中に入ってる曲を何曲か続けてやってみたいと思います。愛だから隠し合い
だけ語り合う日々が続き、坂道を駆ける子供たちのようだった。倒れそうなまま二人走っていたね。つま先で頭先で頭